漁師の指輪漁師の指輪とは、バチカンのローマ教皇の指輪。また、印象としても利用され、ローマ教皇の象徴ともなっている。キリスト教、カトリック教会の長であり、漁師であった、初代教皇、聖ペテロの後継者である、という意味を示すものとなっている。漁師の指輪を着用している教皇この指輪は、ローマ教皇が着用したレガリアの一つである。かつては、 小舟から聖ペテロが漁を行っている姿の浮き彫りが彫られており、使徒が人の漁師であったという伝統に由来する象徴であった。漁師の指輪は教皇によって署名された公文書を封印するために1842年まで使用された。少なくとも中世以来カトリック教徒が教皇に会い、リングにキスをして献身を示す伝統となっていた。 この指輪が描かれた現在発見されている中で最も初期の事例は1265年に教皇クレメント4世によって彼のオいピエトログロッシに書かれた手紙と言われている。その書簡はすべての教皇の私的な通信を封印するために使用された漁師の指輪が使用されていた言及が含まれている。対照的に公文書は文書に添付された鉛に 別の教皇の印象を押して封印された。領主の指輪の使用は他の公文書を封印するために使用された印象25世紀に役目を譲った。また、その習わしは1842年頃に終わり、さらに他のスタンプに置き換えられた。しかし、領主の指輪は今でも教皇の宗教的な権威を象徴し続けている。教皇の死の際、指輪は カメルレン語の他の数奇教の前でハンマーを使って儀式的に破壊される。これは教皇座が空席の間に偽造された文書の発行を防ぐために行われるものである。今日、漁師の指輪の破壊は、その指輪を身につけた教皇の支配の終わりの象徴となっている。この習慣は教皇ベネディクト16世の辞任後に適用された。そして、新教皇の指輪は、 伝統として、新教皇のために新たに作成される。リリーフの浮き彫りの周りには、教皇のラテン語の名前が書かれている。教皇の体幹式や、教皇の就任式の間、数奇教カメレン語は、新教皇の右手の薬指にリングをはめる。ありがとうございます。